やっぱり私たちのチームは PBL に対して全員熱い気持ちが集まった。もうグループからさらにチームとか組織っていうのになれたところは PBL いい成果が出るんじゃないかなと。全員の持っている個性だったり長所とか短所を全員が理解した上で力を最大限に発揮できるチームが私にとっては理想像みたいなものです。起こすまでが目的ね。ターゲットなんだけど、ターゲットを設定する上でここが大切になってくる。大事だね。基本実家暮らしや。海外に行きたいっていう気持ちはあるけど勇気が出せない高校生。勇気が出せない高校生はあるぞ。高校生ってインターネットめっちゃ使うじゃん、うん、だから帯広市の魅力を伝えられるわけ。発信できるんです。海外に出るんですけど中途半端な目標とかを立ててしまうとそれ以下になってしまうと思ってるので、一番上の言葉を使って一番上の目的目標を設定しました。課題発見をしてそれをさらに構想していく上で実現できるのかどうか、現実味があるのかどうか。もうターゲットはマジで一つに絞った方がいいって言われた。イベントの説得力が上がってもね。確かに。なんだってなんかもう分かんない。プレゼンの構成とかが。ただ観光客を増やしたいだけじゃないので、関係人口を増やすっていう観点になった時に今この取り上げてるイベントは魅力として高校生に伝えることができるのかっていう。もうダメだ。分かる分かる。チームで活動していくからこそ身につく力ってあると思うので、それに気づかされる毎日なので、私が体調不良になってしまった時もそのメンバーがもう任せて大丈夫だからってすごい声をかけてくれて。で、循環型ラブ。一つ目に社会で動けるジュリンミンカプランを。ジェイク未来留学。努力してきた分が大きいからこそ4分にまとめる難しさっていうのがすごくあって。高校生の皆さんこんにちは。私たち帯広市。勝ちたいっていう気持ちの背景も大事なのかなってすごく考えられるようになっていて、チーム全員が納得する形で当日来る高校生に本当に留学に行きたいって思ってもらうことですかね。チームで考えたプランに自信を持って堂々とプレゼンしてる姿ってやっぱりなんかメンバーとして響くものがあって、この4人だからここまでモチベーションを上げれたのかなって思って、やっぱこのチームで良かったなってすごい思いました。最優秀賞は小賀ゼミの皆さんです。おめでとうございます。昨日に比べてすっごい良くなってた。もう一回お願いします。